はい、めぎくんです。今日も長い動画行ってみたいと思います。今日もね、アイレーシングで、今日はサーキットスパークグランコルシャンですね、こちらの方で今日は、30ラップ、時間があるのでね、長めの30ラップで給油とかクラス違いの車に抜かれてみようかなと思います。5ラップとかじゃね、なかなか速い車抜かれたりしないので、今日は思い切って30ラップ長丁場です、最後までね、集中力が続くかなと、そこがポイントですね。ニュールなんか本当何回やっても途中で集中力切れますから、クローズドコースなんで少しはマシかなと思うんですけどね。あとは気をつけなきゃいけないのはピットストップと給油、あとはね、コースインの時のね、白線またぎのペナルティ気をつけないといけないですね。でクラスは GTP と GT3、GT4 で30台のコースインです。LMP2 みたいなのちょっと混じっちゃったかもしれないですけど、ゆっくりお楽しみください。それではまた最後にお会いしましょう。 One to go, next time by. Line up on the left side. Pit road is closed.
はい、お疲れ様、無事に走り切りましたね。やっぱりね、ニュルみたいに一周の長いコースよりはまだ集中力が続きますね。やっぱクローズコントコースの方がいいのかな、まあ、これやる前に F1 やってたのでステアリング間違っちゃってますね。 F の方がメーター見やすいし軽いからね、挙動を感じやすいですね。まあいいか。というわけでまたブレーキングポイントの続きやってきます。じゃあね、バイバーイ。